グリールモ・グリバルディ・モフファディリシュは、イタリアのイタリア統一運動時代の政治家、軍人、愛国者である。ピエモンテ革命で主導的役割を果たしたほか、サルデーニャ王国首相、ガブリオ・カザーティのもとで短期間だけ無人書大臣を務めた。サントッテ・ディ・サンタローザ、カルロ・ディ・サンマルツアーの、ジャチント・プロバナと共に、カルロ・アルベルトに放棄を持ちかける。 モッファ1791年12月19日、モッファはサルデーニャ王国のブラに生まれる。父はサルデーニャ王国軍に勤める軍人であり、サボヤ家に忠実であったことからナポレオン・ボナパルと率いるフランス軍にピエモンテが占領されるとトスカーナ大公国シエーナへの亡命を余儀なくされた。1八百九年にはサンシール陸軍士官学校に入学し、翌年には 上位の地位を与えられて軍部に就いた。1815年までには階級は大尉に昇格しており、ベルチェリ、ついでピネローロの中屯部隊の指揮を任された。そこで、モッファはカルボナリの活動に触れ、ウィーン体制成立後も軍人を続ける一方で自由主義や立憲主義を施行した。1821年のピエモンテ革命では、サントッテディ・サンタローザ、 カルロ・エマヌエーレ・アシナリリ・サンマルツアーのジャチント・プロバナと共に主導的役割を果たし、王位継承者、カルロ・アルベルトに放棄の戦闘に立つよう説得した一人であった。1821年3月9日には中都市、アレッサンドリアにて、サルデーニャ王国軍駐留部隊がグリエルモ・アンサルディに率いられて、スペイン1812年憲法の採択を宣言していたが、 3月12日にはモフファも300人の騎兵を連れ、アレッサンドリアに派せ参じて憲法採択を支持している。しかし、ピエモンテ革命はカルロ・アルベルトの躊躇とオーストリア帝国の介入で頓挫。欠席裁判で死刑判決を受けたモフファは、ジェノバ経由でフランスのトゥーロンそしてパリへと逃れた。1832年には、 サルデーニャ王国に残した父が病を患っていると、尻秘密裏に帰国。ブラに帰還した際にはすでに父親は亡くなっていたものの、親族の仲裁のおかげで資産を没収される代わりに、死刑の撤回を果たす。その後は、サルデーニャ王国への忠誠の証として軍隊に所属し、一定の期間含むすると軍人を一時引退して、革命からも距離を置いた。 しかし1848年、ミラノの5日間を発端にして第一次イタリア独立、戦争が勃発。モッファは、政界へと戻り、ロンバルディアリン自政府総裁から、サルデーニャ王国首相となったガブリオカザーティの下で、わずか2週間だが無人諸大臣に任命された。内閣が解散した後も軍人に復帰して、カルロアルベルトに随行し、戦争の動向を最前線で見守っている。 敗戦後もイタリア統一に情熱を傾け、サルデーニャ王国議会で議員を務めた。イタリア統一を見果たした後の1877年12月23日、故郷ブラで死去した。ありがとうございます。